なんとか寝よう。翔子ちゃん、おはようございます。おはよう。そんなに動揺してるわけ？いや、なんかこう微妙な既視感というか、そんなものを覚えましてね。何よそれ。いや、私もなんか混乱してて、自分で何を言っているのかよくわからないのでありますが。いいから、ちょっと落ち着きなさい。はい、さ。この混乱を皆に分けてあげたい。うわーい、ちょっと全員集合。寝てる人も起きて集合。ちゃん、もしかして記憶が戻ったとか？なんだかぼんやり曇ってます。ところで、なんで翔子さんをちゃん付けで？3年の先輩ぐらいしかおさ先輩のことちゃん付けで呼んでませんよね。私のこともあやしろちゃんと。じゃあ行ってくるわね。いってらっしゃい。正常ファイト。いやいや、まさかナミーが喋るとは。予想通り可愛らしい声でした。少したどたどしかったりもしますが、結構しっかりした話し方しますよね、ナミー。やっぱりいいところのお嬢さんなんでしょうかね。
安姫様っていいところのお嬢さんに入るのかしら。はい。まあ姫ですからね。風強くなってきましたね。やっぱりお天気は崩れるのでしょうか。ところでミギーさんは？キアンさんまだ戻ってないの？はい。困ったわね。それじゃあキアンさんの分は冷蔵庫に取っておいて。あ、右輪さんからメールが来ていました。ちょっと用事があって遠出するから、ご飯は連絡入れるまで用意してくれなくていいから、とのことです。遠出ってどこに行ったのかしら。まあ何にせよ、釣りをしていて岩場から落ちたとかそういうことではなくてよかったですな。今朝も朝からボリュームあるわね。お刺身、今朝までが限度かなって思ったので。ゆうべはたらふく食べ飽きるまで手巻きで刺身だったのに、今日は手抜きで刺身なの。そういうところですか。さわっち、何これ、うまいんですけど。こっちの甘い醤油とわさびの加減がまた絶妙で、おお、うまいうまい。こんなの寮でも食べたことない。だって洋食派の人の方が多いし、お刺身もそんなにいっぱいは。これは朝から飲みたくなりますね。ですな。ダメですよ。だし巻き卵がお気に入りのようで。卵、美味しいです。山かけ丼は？あ、わさびがダメなのかも。え？私もナミちゃんぐらいの時は全然ダメでしたから。こっちの食べなくてよくなるし、ふわふわ卵をたくさん食べれる。しますします、トレードします。
ナミちゃん、ナミちゃん、あーんって口を開けてください。口を開けるとどうなりますか？はい、ナミちゃん、あーん。あー、はい、おいしいですか？やはり言葉は大切ですな。教えを伝えるだけではわからないものがある。故に前者は座るのですが、前者も経を読みますし、人対面して問答もする。急に話すことができるようになった理由はわかりませんが。そのことなんですけど。和尚に謝るというと変かもしれないんですけど、言わなきゃいけないことがあるんです。空の森に床先の椿が咲いていますよね。わしは最近見ておりませんが、お嬢さん方は夕べの肝試しで見てきたばかりですな。少し不思議でとても綺麗でした。コーヒーの箱が雰囲気台無しにしてたけど、レックスコーヒーに罪はない。まあ、目印から話しておいたら探すのだけで一苦労になったかもしれないしね。それで床先の椿がどうかしましたかな？あの花落としてしまいました。なんと。ただの普通の椿の木になってると思います。翔子ちゃんは悪くないです。あの木は私が。それで今朝になって話せるように？最後に功徳を積んだということですな。めでたき良きことではないですか。どうして怒りませんか？何を怒ることがありますか。例えばいたずらに花をちぎっては投げ、ちぎっては投げしたのでしたら、仁王像のごとく頭のてっぺんまで真っ赤にして怒ったかもしれん。しかし小さいお嬢さん、あなたはただ幹に手をついただけじゃろ。ところで部長さん、花が落ちたのはともかくとして、木の幹や葉は枯れておらんのでしょう？はい、確かそうでした。ならば来年の春になればまた花開くこともあるかもしれませんな。ところで和尚、床先の椿なんですけど、
こちらにあるのはあれ一本きりですよね。まさに万緑蒼穹紅一点、サラの森には一本きりですな。海を隔てた四岸には、ところで天気のことなんじゃがの、大きな低気圧が近づいておりというわけなんじゃ。気が持ちそうなのは今日いっぱいまでですか。うちが雨風なんぞにびくともしない立派な寺ならよかったんじゃがの。合宿少し繰り上げた方がいいみたいですね。ですけど、そういう時こそ人手があった方がいいんじゃないですか。お嬢さんらが屈強な運水なら、わしも遠慮なくこき使ったじゃろうがの。まあ小さいお嬢さんもしっかりしてきたようですし、こちらはこちらでなんとかなりますわい。ナミちゃんや、大丈夫かね。波の中の安姫様が力を取り戻すことで、波の記憶もはっきりするかもしれない。そうかもしれません。波は覚えてないかもしれないけど、安姫様にも頼まれたの。明日帰らないといけないんだって。そう言っていました。せめてもう一日あればね。朝の干潮で向こうに行っていれば、夕方の干潮で戻ってこられたのに。仕方ないと思います。波はいいの？私は今のままでも構いません。翔子ちゃんたちが遠くに行ってしまうのは寂しいですけど。朝が和風でしたので、お昼は中華っぽく、あまりこってり風にはならないようにしてみました。
私のところにも来てほしいです。姫先輩は自分でも料理できるじゃないですか。まったく。ナミ、おいしい？辛いです。寿司もサビ抜き、お子様舌のナミーにはちょっと麻婆は早かったかな。お水、お水をください。はい、お水。落ち着いた？辛いです。水辛いけど美味しいです。わかるけど、そんな食べ方してたら水だけでお腹いっぱいになっちゃうわよ。どうすれば？辛さはご飯の甘みで緩和するのよ。しょうこちゃん、元気出してください、うん、また遊びに来てください。あ、その時に私がいるとは限りませんね。なあに、貧乏暮らしでよければ保護者が見つかるまでいつまでもここにいなされ。保護者の方が見つからぬようなら鈴木奈美にならんかね。和尚さん、プロポーズですか？養子縁組の話ですわい。翔子先輩も奈美ちゃんも。ナミの身元が不明のままならこっちでもいろいろ考えてみようと思うので。うん、連絡いたします。環境設定を保存します。いいですか？青い城。